れはね、私のね知人のお嬢さんなんだけど、このお嬢さんが放送局に就職が決まりましてね。で、まあそれはいいんですよ。で、買えない距離じゃないんですよ。そんな遠いわけじゃないから家が。でも、もしかするとこのままで行ったらば、結婚するまで家から通うのかな。やっぱり年頃ですからね、社会人になったんだし、ちょっと別に一人で生活してみたいってことになったんですね。で、親父さん、また私の知人に言ったわけですよ。で、親父さんも確かに年頃の娘をね、まあまあ自由にさせる時間も必要だろうって言うんで、で一緒にその住むアパート探しに行こうよということになったんですよね。で、見つけたところっていうのがね、まあ、都心は都心ですよ、まあ詳しく言っちゃうと、まあ、杉並あたりのところのちょいと駅よりあるかなというところなんだけども、で行きましたら、それが通りがあるでしょ、まあ、路地ですけどね、道があって、道よりね、そのちょっと土台というかな、こう土が盛り上がったような感じで高いんですよ、その家が建ってるところがね。で、大体70センチぐらいあるのかな、高いんですよ。その上にこのアパートが建ってるんです。アパートがで、通り面してて塀もないけれども、逆に考えたらばさ、火事の時は逃げやすいしね、逆に通りだから帰ってわーってや、なんか助けも来るだろうから、その方がいいだろうと。で、おまけにオートロックもあるし、で仕事柄どうしても家開けること多いから、逆にね、通る人がこうチラッとなんかこう覗けるでしょ、家の中の人間見えないけど、だから帰ってこういうところの方が安全だろうと、見えないところの方が帰って危ないからこれでいいだろうって話になって、でアパートは決まったんですね。で、アパートが決まって、で引っ越しも済んで、でいよいよそのあさってはそのなんですか、新入社員の歓迎のそのまあ宴会のようなものがあるわけですよ。で、その前の日にその自分が勤めるべくその部署があるんですが、そこからお呼びがあってね、ちょっと来てくれないかと。で、まあ簡単な打ち合わせしましょうよってことになったんですよ。で、行きましたら、まあ早い話で顔合わせですわね。で、誰で誰で誰で、では声かけて新人の何々くんですけど、よろしくお願いしますってなことになったわけですね。で、その日ちょっとこう飲んでみんなで盛り上がったんですよ。それでいよいよそのアパートで初日ですわね、新しいアパートで帰ったわけです。ところがやっぱり慣れない酒飲んでるし、で気分こう盛り上がってるもんだから、なんかこう春先なんでね、まだこたつがあるんですけど、そこ足突っ込んでボーっとしたんですね。結構な時間になっちゃった。あ、もう寝なくちゃなと思ってたんですね。そしたら、ゆきちゃん、ゆきちゃんっていう声が聞こえるんだって。外の路地で誰かが呼んでるらしいんですよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、なんだろうなと思った。でも最近は犬や猫でもさ、人間みたいな名前つけとかあるでしょ。だから、ああ散歩でもさせてるんだなと思った。で、ゆきちゃん、ゆきちゃん、ずっと言ってるんだ。そのうち自分も疲れて眠いもんだから、こたつの中で布団も敷かないまんまパタッと横になって寝ちゃった。で、目が開きは朝だから、あ、いけない、今日はね、顔合わせでもって大変な日だからって、でまあ会社行ったわけですよ、放送局へ。で、どうだこうだやってるし、どんどん時間が経っちゃって、遅い時間になっちゃって、もちろんそれから宴会があって、でわーっと盛り上がって、あ、放送局って面白いもんだな、華々しいわけですよね。気分も盛り上がって絶好調でもって帰ってた。それで部屋入ると昨日のまんまになってるわけですよ。で、そのままこたつの中に突っ込んでスイッチ入れてパタッと横になっちゃった。もう布団を引く気力もないのね。そりゃそうです、慣れない一人暮らしですから、ご飯なんかあるわけないんですから、倒れちゃった。うつらうつら寝てると、ゆきちゃんって声がするの。ゆきちゃんって考えて、ああこんな時間だと思って、ゆきちゃん、あ、そういえば昨日も確か通りでもって誰かがゆきちゃんゆきちゃんって呼んでたなと。ああ、また今日も散歩でもさせてんのかなと思って、ゆきちゃんゆきちゃん聞いてると、どうもその声は自分にかけてるようだったんですよ。でも自分はゆきちゃんじゃないし、なんで私にゆきちゃんゆきちゃんって声かけんだろうなと思ってた。ゆきちゃんゆきちゃんって近づいてくるんだって、だんだん嫌だなと思ったけど、いや面倒だからと思って、そのまんまテンってこんなかなり近い位置から、ねえゆきちゃんって言うんだって。はてと思って、なんだろうと思って、で見るとはなく寝ながら、ひょーいってこんなってペッて投げたら、自分のその窓ガラスがあるでしょ、曇りガラスになってる、そこにシルエットが映ってるんだって。こうやってあって、向こうの人間がぶる下がってね、ゆきちゃんゆきちゃんって言ってるんだって、ガラスに。明らかにそいつは中を見てるんですよ。ゆきちゃんね、ゆきちゃん、冷静に考えたらかなり土台が高いわけだから、立てるわけがないんだ。でもそれにこっちボケてるから、嫌だな、あの人部屋の中覗いて気持ち悪いなと。でも相変わらず向こうはシルエット映ったまんま、ねえゆきちゃんゆきちゃんって言って、見られてて嫌だからとぼけちゃおうと思って、布団の中に顔突っ込んでさ、まくーっとこの、やっぱ酔ってるから眠いでしょ、寝ちゃうわけですよ、スーッと。ゆきちゃん、ふん、部屋の中で声がしてるんだって、自分の部屋の中で。やだ、部屋の中入ってきちゃった、なんだろうと思ったの。
ねえゆきちゃんってなって、やだやだやだと思ったらドーンってこの境なんかぶつかるんだって、膝がぶつかってるんだって自分のこのところに膝が。でね、ゆきちゃん、ゆきちゃんってなって、返事なんかするもんかと。ゆきちゃん明日何にしよう、ゆきちゃん、ゆきちゃん明日何にしよう、ゆきちゃん。その時彼女は思ったんですよ。鍵がかかってるし、あの状況で部屋の中入れるなんて言ったらば、絶対人間じゃないでしょ、そんなものね。うわ違うんだ、これ絶対違う、そう思ったから布団に顔突っ込んだまま、何枚だぶ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 言うと、そしたら布団がぐーっと押されるんだったから、上から顔のところの布団がね。なんで押してるかと思ったら、向こうは顔で押してるんだって、クーッと耳のところで口が来るんだって、息が分かるんだって、ぐーっと来て、それでもうわーっと名前だめ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 、そしたらそんなことしたって帰らないよって言ったって。あるんですね、そういうことがね。今ね、芸能界ちょっとやめちゃったんで、その子のお名前は言えないんだけど、まあ、仮にやすこちゃんと言っておきましょうか。アイドル系の子でしたよ、ね、いい子でね、性格とってもいい子で、私も好きな子だったんだけど、で地方でさ、あの番組撮ることがあるんですよ。その会館など使ってね、プロダクションが入って番組作るんですよ。でその人は打ち上げでわーっと盛り上がって、翌朝一番の列車が忙しいやつは車で持って東京まで帰るやついるんですけど、やったことがあった。でそんな時だったかな、夜ね、もうやることないんで、僕らあのほら男のタレントさんっていうのはね、大体夜起きてやりますわね、酒の方結構。それは女性タレントさんのマネージャーは遠慮して大体来ないですよ。で若手の女の子なんか来ないですよ、もちろんのところでね。で我々がそう5、6人ぐらいだったかな、場所は言うとそのまあ長野県の某所と思ってください、そんななこのね山とかそういうなんかうんと奥まった場所ではなくて、そこそこその町がある場所なんですが、で飲んだの、見るものもないし何もないから喋ったんだ、5、6人でもって飲みながら、ああでもねこうでもないってさっきの勢いでもってワン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 やってたんですよ。そしたらパーンってドアの部分開いてね、バーの、だいたい我々しかいないんだから、本来もう閉めてもいい場所だったのを我々が起きてるんでホテルが開けてくれたんですからね、バーンと開いて、何だと思った、走ってくるんだ、そのマネージャーがさ、やすこちゃんのマネージャーすんごいけど真っ青になってパーンってくるんだ、なんだこいつと思ったら、稲川さんって言うんだよ、あれなんですかねあれ、あれなんですかねあれって言ったら、何やったの、いやこれ変なお店だったんですよ、なんですかねあれって言うから、じゃあちょっと落ち着いて話しなさいよ、そしたらね彼が座って、実はあのやすこ寝かしたんですよ、それで部屋に戻ったと、そしたら電話が鳴った、出たら彼女からで、ねえこの部屋ね、なんか気持ち悪いんだって、何言ってんだよお前、もう疲れてんだから寝ろよ、明日早いんだからって、うん、だけどやだな、この部屋変わってもらえないかなって、今さらお前ホテル行ってね急に部屋帰ろうったって悪いんだからって、お前大体いい部屋にいるんだから贅沢じゃないよって言ったの。そうかなって、で何が気持ち悪いんだ一体ね、どこがその嫌なんだよって言ったら、いやなんか分からないけど部屋は気持ち悪い、気持ち悪い、人に見られてるような気がして嫌なんだって言うの。そんなお前気のせいに決まってんじゃないか、もう寝ろよって、でまた何かあったら、一応心配ですからね、まあ、何かあったら電話よこせよ、はーいって、おやすみって言ったら、おやすみなさいって言った。ちょっと心配だったけど、まあ気が高ぶってるせいだろうと思って横になっちゃった。とまた電話が鳴るもんだから、何ですかって、もう眠いしねって言ったら、あんだまたやすこか、眠いわけですからね、こっちはたまらないわけですよマネージャー、あんだやすこお前だ、なんだよお前まだ寝ないでんのかよ、もう寝ろよって言ったら、やっぱり部屋変わってくれないかな、よかったらそのマネージャーと部屋変わってくれって言ったから、バカお前俺の部屋なんか安い部屋で、お前いい部屋なんだからな、変わることないよ、もう俺も寝ちゃってるしさ、早く寝ろよ、なんか考えてるからだよ、余計なこと考えるから気持ち悪くてお前寝れないんだから、もう余計なこと考えないで寝ろよ、でもなんか違うんだよ、何が違うんだよ、お願いだから来てくんないかな、あんまり気になったんだよ、分かったよ、これから行くから、うーんまあ静かしてろよ、で部屋行ってコンコンって開けたらドアが開いて、もう電気がついて待ってんだって彼女はね、何がお前やつか、お前おかしいんだよ、普通じゃないかよ、言いながら一応気になるもんだから、部屋の中ベッドの周り風呂場から全部見てみた、何の異常もない、何でもない、あんたお前いい部屋だな、これお前俺のやつ随分違うじゃないかお前、どこがお前だよいいベッドだなおいって、全然クラスが違うわけですからね、お前広いなこの部屋いいななんて言いながら、なお前の部屋いい部屋なんだから、でお前ね余分なこと考えたりするからねそうなるんだから、で安くいいか、もう今度は騒ぐんじゃないよお前、静かにして寝てろよ、気のせいなんだからな、今見たから分かったろ、おかしいとこ一つもないんだからいいなって、はい
おやすみおやすみ言いながら彼は出てってドアをバーンと開けてね、じゃあ消すぞってカチンって消したの。出ようと思ったその瞬間なの。さっき電気つけてる時には何にも感じなかったの。何にも感じなかったの。普通のいい部屋だったの。カチンと電気消して一歩出て、じゃあなおやすみって瞬間にゾーッとサバサバしたのって。これ違うなおい、電気消したらなんか違うぞって気になったから、安子って言ったら、うーんって、まだ寝てない寝てないのかって言ったら、うーんって、安子なって言いながら自分も気になったんで確かめてみたかったって言った。でそのままドア閉めて暗い中でもって音なんかしないよな、うん、換気の方がいいよなって言いながらとぼけてね、怖がらせちゃいけないから見て回ったって言うんですよ。でも異常なやつ、でも確実に異常な寒さなんだって。で何か感じるんだとかってマネージャーが、うーこれ違うな、震えが来るって言うんだから、何だろうと思いながら、安子お前なーって言いながらこうやってふーっと回ります。窓の方に目が行ったの。明かりがポーッとついてんだって。あ、これベッドのところね、小さな明かりかなと思ってヘッド見たけど、位置的に考えてベッドのところの小さな明かりにしてはそっちの明かりが明るすぎるんだって、位置も違うんだって。なんだろうなあの明かりと思ったの。あ、街路灯かと思った。でもホテルの5階ですよ、街路灯が届くわけがないし、お客さん寝るときにそんなもん邪魔になるでしょ、あるわけがないんですよ普通で考えたら。でも確実に窓の向こう側にすごくパーッと明るい光が見えるんだって。お前空気が悪いんだ、入れ替えたらなって言いながら窓に近づいた。窓にだんだん近づく瞬間にすごい、こいつはまずい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 って感じがあったんですよ。だけど悟られちゃいけないから、安子ちゃんにだまーって近づいてって窓はこうかきったわけです。こういうふうにガーンとかですガシャッと、確実に窓から1メーターぐらい向こうが明るいんだって。バーッと、なんだこれと思いながらかきキーッとかほっと見た。自分の見た1メーター先、こんなちっちゃい人間が光ってんだって。パーってでこっち見てニーって笑ってるんだって。バーンと閉めて、安子部屋変わろうって。稲川さん今部屋帰ってきたんですけどね、あれ何ですかね、言うんですよ。光ってる黄色い人間って私も見たことあるんですよ、この業界のところにね。だからその話信じるんですよ。このぐらいの大きさでね、黄色っぽいんですよ、人間なんです。小さくてね、光ってんですよ、笑うんです本当に、にーって。不思議なことってあるもんですよね。なんでしょうね。場合によっちゃうとね、テレビに映っちゃうってこともあるんですよ。うん、ちょうど去年一昨年かな、実は今お話してこの局でのことなんですよ。これはその部分放送もされたんです。というのはね、局行ってたら、稲川さんすいませんけどね、クイズ番組の取材者になってくれって言うんですよ。ああ、いいけど何って聞いたの。取材ね、何って聞いたら、その系列局の女性アナウンサー28人いる、でそのクイズを競わせるんだって言うんですよ。でいくつかのクイズがあるんだけど、そのうちのいくつかはあのタレントさんとか有名人が出すクイズだ。ただそのクイズっても難しいクイズはそういうんではなくて、例えば稲川さんの場合だったらば怖い話をしてもらうとか、怖い場所へ行ってそこでもって彼女がどういう反応をしたでしょうみたいな、そういうクイズにしたいって言うんですよ。あ、そういうよ、受けた。でじゃあいついつよろしくってこと。ところがその日ね、私あの番組おっしゃいましてね、4時半ぐらいに終わったのかな、で5時には出発しようということになったんですよ。ちょうどこれから暖かくなる季節、春の時期でしたけどね。で局の喫茶室行って、だーだこだ打ち合わせたんです。でスタッフが飛んできて、いやどうもねまずいらしいっていうの。何かって聞いたら、その私がその取材する場所というのがね、あの大菩薩峠ってなんですよ。結構あそこもそういった意味ではいろいろ話があるとかと思ってね、そこでやろうと思ってるって言うんですよ。でもなんか天候を確かめてみたら向こうのがあまり良くないみたいだったんですよ。でも行かないしょうがないから行こうっていうことで、この局の女性アナウンサーと、それから山梨の放送局のテレビ局のね女性アナウンサー2人連れて行ったわけですよ。ところが雪がまだ残ってて凍りついちゃってね、なんか入れないんですよ、その大菩薩峠が。取れる状況じゃない、弱っちゃったね、取れないねって、どうしようかねって、
私時間ないですからね、次の日もありますから。ただ、そのスタッフがここからでしたらどうでしょうかね、富士の樹海へ行きませんか、あの青木ヶ原の樹海ですよ、有名なね。あ、嫌いなんだあそこ、嫌だもん、いろいろあったしね、だから嫌だったら嫌だなあそこと思ったけど、言ってる場合じゃないと、もう時間がないんだから取らないでしょうがないでしょ、じゃあそっち向かおうと、もう時間の中で急遽行こうということで、ロケバスとうちの車とあとスタッフ関係の車と3台ぐらい並んでバーって行ったわけですよ。途中からあの糸のような雨がさーっと音もなく降ってるんですよ。さーっと、やだねー、なんか雰囲気だねーと思った。それで富士の麓の樹海を通るね、道があるんですよ、県道のようなのがあるんですがね、ここはね夏は混むんですよ、あそこを通ってみんな遊び行くから夏は。ところが夏を前にした春頃ってのはね、何にも通らないですよ、音がないんですから。一本だけパーッと道があるんですよ、周りはうっそうたる樹海ですよね。少し行くと紅葉台っていうところに上がっていく道があるんですね、展望台がある、景色いいんですよ。もっとずーっと行くとその氷結っていうね、氷のところがあるんですね、洞窟があって、それまで行くと風穴っていうのがあるんですよ。あのその風穴なんていうのは昔からその有名なあの波の塔なんていうので有名になったね、富士の樹海の自殺する人が多いところなんですよ。10月に毎年30体ぐらい上がるんですよ、死体が、雪が深くなる前にやるんですよ。ほとんどの場合は夏来るそうですね、あそこはね。とたくさんの人が来るでしょ、見学しに、涼しいからさ、風穴来るじゃないですか。であそこはあの定期的にバスが出るんですよ、乗り合いバスが。とあの乗り合いバスに乗って来るわけですよ、自殺の志願者が。で見学者と一緒に降りて、もう100人200人なんてもんじゃないな、すごい人間がバーッと向かっていくのは一緒にこう歩いていくんですね。ただ風穴に入る一般の人たちと違って、ちょいと横にそれる道があるんですよ、ここで分かれるわけですわ。遊歩道みたいになってるんですよ、道はできてませんよ、歩けるんだけど、こっから分かれて彼らはその死の旅に行くわけでしょ、そういうとこがあるわけですよ。でその時にね、あの風穴はよくみんな行くから他でやろうかということで、手前の道をね曲がったんだな、左にひょいと入ってったの。でその時ディレクターに言うんですよ、稲川さん出ますかね、稲川さん出ますかね、稲川さん。なかったら出やしないんだよ、そんな、そうでしょ、幽霊いやしないんだから、そんな簡単に言っときますけど、そんな簡単に幽霊なんていませんよ。で私はね、うん、そうだね、出やあれだけど、そう簡単に出ないよって言ってたんだ。ところが雨がしと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 降ってるし、糸のような雨がね、それでまだ木の葉が出てないから、こう本当に骨みたいにこう木がね白く見えるんですよ。でちょっと待ってねと思った、もしもその時にねできるもんならば幽霊見せてあげたと思ったんですよ、画面でね、みんなにも見せてあげたいなと思ったんですよ。で場所を選んだんですよ、例えばですよ、私がこれから自分が死のうと思ったらば場所選ぶと思わないね、例えば白い野原があってさ、はいここでもって休憩しますよ、皆さん自由行動ですよって絶対みんな選ぶでしょ、場所を。原っぱでもさ、座り場所安い場所だとか選ぶでしょ。で同じようにさ、もしか死のうと思うんだったらさ、人に見つからないでね、ひっそり死にたいけども、でもなんか自分の死ぬ場所のさ墓標のようなものって欲しいじゃないですかね、選ぶと思うんですよ。だから自分がそうだ、死ぬ気になって考えてみようと思った。でここにしようって決めたんですよね。で車止めたんです、少し道からね、こうなんていうかな、こう木がこう剥がれたような状況になってて、こうスペースがあるんですよ、スペースがね。じゃあそこ車止めてここに集まろうって、みんな集まった人は誰もいないですよ、雨が相変わらず降ってるんですよ。下はね凍りついてるのかってブーッと、足は滑るんだ、真っ暗だし、向こうはあの原生林の中だから。そこ私先頭になって、あと女の子たちがついてね、スタッフがついてカメラ回しながら、照明1個ですよ、あとは大きい懐中電灯だけ持っただけ、トトトトトどんどん行ったんですよね。途中まで行ったらね、なんか気持ち悪いとかあるんですよ、うわ嫌だな、ここ具合悪いなと思ってね、なんか嫌なんだな、って見たらすごい大きいもみの木なんですよ。その時知らなくてね、あのクリスマスの時の木を大きいやつだから、こんなでかいもみの木があったんだと思ったんです。で稲川さん何感じますと、いや俺感じないけどね、じゃあもうちょっと行ってみようかって言ったんです、行きますかって言うんですよ。だいぶ行ったんですよ、もう随分原生林の中ですよね、うわーと思った、すごいなんか気持ち悪いんですよ、嫌だなここがやりなと思った。見上げりゃそこにもねもみの木なんですよ、なんだもみの木ばっかりだね、気持ち悪いところだと思って、で正面が向こうで焚かれてるカメラ回ってるでしょ、でなんとなくもみの裏側にこう回ってるんですよ、火の方がへっと、そしたら変なもん見えたんですよ、ライトはこっちから浴びてる裏側の影になってるとこ、他にも木があるんだけど、結構太めのこういう枝が伸びてるんですよ、地上から3メートルぐらいのところ、こう何かが下がってるんですよ、ヒューッと。そしたらカメラさんと照明さんがふっと回り込んできたんですよ、ふんって見たら、何あれと思った、
何ですかねってふっとったら、ロープ紐ですよ。だってそこ原生林の中ですよ。原生林の中で紐が弱いたってことは誰かやったわけですよ。そんなもの人間しかできない。そんなこと下がってるんですよ、こうやってふーっと。で下がっていうとこんな細い竹がブッサーッと生えてるんですよ。あんなもんほらあっという間に生えますからね、ふわーっと。いやーと思ったな。だけど見ないでいるのはなんか嫌だったんだ。見ないでいるのはさ嫌じゃないですか、気にもなるし。でどうしようと思った、すごく気も悪い。で私いやーと思ってその紐が下がってる下まで竹をね、その細い竹を分けてさ、ザーッて行ってみたかって下がってるんですよ、中までぐっと。何かありそうじゃない、どかした瞬間に紐があったら何かありそうじゃない、気しない、嫌じゃない。でもそこまで行っちゃったらもうやらなきゃしょうがないような気持ちになっちゃったから、いやーと思ってブワーッてやったんですよ。何もないけれども土を持ったんですか、ってぐっと。もう雑草入ってますよ、もちろん。それでそこにねコップがポンと立ってるの、水が入ってる、生水が。誰か亡くなってるんですよ、やっぱりそこで。ね、誰か亡くなってるんですよ。うわーと思ったの。それで、ここあったねって言ったら、カメラさんも、稲川さん、ここあったみたいな気がしますよね。うん、つって、ぷっぷっと、なんか触れたんだ、パッと。何が触れたの？その竹、ところに、緑色の靴下がさ、引っかかってんの。ね、誰かが亡くなってさ、靴下が脱げててさ、それが、こう生えてくる竹に引っかかって、ぷーっと来たんだよ。緑の靴下、誰もいない原生林だよ、人は来ないんだよ。ロープがあってさ靴下が脱げてるの1個。さあお客様、稲川さんまずいですね、帰りましょうか、稲川さん帰りましょうか。そうなってくるとなんか私ね逆になってくるんだよね。ここまで来てこういうことがあるならなんかあるんじゃないかなと、見せれるんじゃないかと。もうその時完全にどうなってましたからね、全て忘れてましたからね。なんか見せれるんじゃないか、もうちょっと行ってみないって言ったんですよ。何人かが行きましょうかって。女の子二人はもうほとんど舞い上がってますよね、この後嫌だから。だいぶ行ったんですよ。ほんでね、毎回私ねそうなんだけど、そういう場所っていうのは好きなんだな。湖でも森でもそうだけど、人が亡くなったりする場所っていうのはね、これ私だけの問題ですよ、私だけはそう思ってるんですよ。だけど必ずこのね木がね、こう生えてる木がね、皮が剥かれてるのバリバリに、あの真ん中になってるんですよ木が。あれ不思議なんだな。湖でもそうだけど、事故があったり亡くなってる場所って行くと大概木がね丸ごとになってるんですよ。どっかにいるじゃんだろうと思ったんですよ。ここだなってとこありましたよ。ちょうどねこの2本の木が皮を剥かれたまんまこう立ってずっと、なんていうの、あの世へ続くこの入り口っていうのかな、あれじゃない、そういう向こう行くようなやつ。やっぱり自分がこれがなくなろうと思ったらなんか目印欲しいんですよ、人間って。私そう思うの、多分欲しかったと思うんですよ。それがあるんですよ。で向こうにこうね、道はないけど行こうとは行けるんですよ。これ行けそうだねって言ったの。そしたらみんな行けますよって、行けそうだね、ここじゃないかなって言ったんですよ。だって人もそんな気しますよね、怖いですよねとか、怖いね、どうしますとか、どうする。だって人が、稲川さんすげえこれ怖いですよ、この子、その山梨の放送局の女の子ね、この子に50メーターのロープくっつけて一人で行かせませんかって言ったら、ひどいやつだねこいつ、今怖いねっつっといてよ、言っといてさ、この子に50メーターのロープつけて行かせましょうかって言ったんだよね。えそしたらかわいそうに山梨の女の子がさ、放送局の女の子がアナウンサーよ、その子がさ、行きます行きますって泣いてるんだよね、かって怖いからさ。だからいや無理すんだったら、え行きます、行かないとね上司にまた怒られるから行かせてもらいますってのかわいそうにと言われてあげたの。ヘルメットかぶしてその子の顔が映るようにカメラをこう向けてね、それからここにカンテラ向かう、それから一応懐中電灯持たせて、いいかい、何かあったら言うんだよね、何かあったら言うんだよって言ったんですよ。分かりましたって言うんですよ。で入ってたんですよ。どうだった、はい大丈夫です、どうだった、はい大丈夫です、だん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 消えていくんですよ。それがね、木がほらまだ剥がないからさ、それがチラ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 って明かりがねこの声消えていくんですよ、かわいそうにさ。そのうちだんだん声がね聞こえなくなってきて、まあ原生林でシーンとしてるからかなり向こうからおいって聞こえるんですよ、距離としてはね。でも彼女もだんだん通じ聞こえないのね、あのつけてるマイクからね声が聞こえてくるの。あ、今なんとかの木がありましたとか、何々ぶつかりましたとか、怖いんじゃない、中継してるんですよかわいそうに。どん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 行っちゃったの。こっちが大丈夫かーって言ったら、向こうではーいって声がしてんですよ。少し経ったら、あ引っ張られてるって言ったんですよ、その子が。これやばいなと思ってね、神経っていけないから、今行ったから待ってろーって言ったらさ、はいって声がしたんですよ、かすかだけど。それで私何にもつけないまんまロープを持って入ってた、真っ黒ですよ、はってだいぶ行ったら、あの光が見えるんです、嫌いだから、あいるなと思って。
木の向こうに彼女立ってるんですよね。もう3メーターぐらいかな、向こう明るいんですよ。その時ね、ふっと思ったんですよ。ロープ持っていけば彼女に会えるわけでしょ、ねえ、あと3メーターぐらいですよ。もしこうロープ手繰っててひょっと立った瞬間にこっち向いた彼女が別人だったらどうしようと思ったの。思わないせいことってあるよ、変な恐怖が黙ったってのさ。だから近づいてって大丈夫っつったら、はい彼女でしたよ。はっと思ったこっちもね。じゃあ稲川さんあそこって指さすんですよ。一箇所もみの木があって、そのもみの木の下がですね、雪が降ってないのね、木の葉が一年中あるから。それでファーッと丸くね、あの落ち葉だけになってるんですよ、柔らかいベッドみたいに。でそこくぼんでんの。思ったな、そうだろうなと思って、もし私が亡くなろうね、この世から消え去ろうと思ったらば、この場所は最高のベッドだと思ったんですよ。でその子ロープほどいてあげて、持ってたポラをねその子から受け取って、じゃあ行きなって。それで一箇所カサッ、二箇所カサッとって、でもう一回そのもみの木の下行ってアップでピシャッとったんですよ。それで彼女が出ていく、私は後からね、彼女鑑定ありますから会長の手に持って、それでこうロープ丸めながらこう写真持って歩いてたんですよ。一つ目なんてことなかったんですよ。二つ目の写真ね、見たらもみの木の下に白い小芋がついてた。なんかふっと、なんだろうと思ったんですよ。だんだん見てると人型になってるんですよ、人間の形。上向いて形になった。おお、映ってじゃねえかと思ってね、すげえと思ったの。でもこれもしかしたら岩かもしれないじゃない、石かなんか他のもんかもしれないじゃない。ただ偶然にもよ、同じアングルで撮って、音近づいて撮ったんだ、全く。だから同じ木の枝出てるし、同じ状況なんですよ。ただこっちアップになってるわけだ。だからそっちの木の枝見たの、これには映ってないんだ。これにも映ってるんだったらば、それは岩かもしれない。これに映ってないんだ、形になってるの。やったなと思って行ってさ、でみんながいたんだよ。やったやったやったよ、ほら見たらこれって言った。そしたらそのスタッフの連中みんなシーンって言ってんですよ。どうしたのどうしたの、みんな朝からピーッと回ってんの。女性アナウンサーも音声さんも照明さんもカメラさんもディレクターもみんなシーッとしてんの。ん、遠くの方でかすかにすんですよ。かなり遠くですよ、聞こえるんですよ、シーンとしてるから、何にもいないから。それでね、富士の樹海ってのはおかしいんですよね。あそこ行って鳥の声や虫の声は私聞いたことないんだ。不思議だよね。たまーにもあるけどほとんど聞かないんですよ、あんな樹海なのに。でシーンとしか聞こえるんですよ。でもこれ車だったらって言うんですよ。バイクだったらって言うんですよ。全然ボルテージ変わんないまんま同じ音量でかすかだけど、してんですよ。それをみんな聞いてるんですかって言って、音声さんこっつけて聞いてる人って言うと、心なしかね、音が大きくなってる気がしたんですよ。って言ったんですよ。で音声さんに、あの音って聞いたら、そうです、あれエンジンじゃないよねって言ったら、と思います、人間の声かなって言ったら、そうみたいですよね。どんどん近づいてくるんですよ。お経みたいなもんかね。そんな感じですよね。でみんなと回ってるんですよ。そしたらかなり近づくんですよ。その声が。その時に私の頭の中浮かんだのは、黒い感じのシルエットなんだけど、ちょっとこれがグレーっぽくなってね、お坊さんみたいな人がこう歩いてるんですよ。男かのわかんないですよ。その後ろ何人も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 ね、こういう同じような格好したやつが変わったりとかさ、ご飯なんとかってこっちに向かって変わったりとかと思ったら、同じぐらいのスピードでどんどん来るんですこっちへ声が。あの原生林よ、あの原生林ってさ、すごい広い、大きいよ。我々なんて原生林行ったら点にもならない、ちっちゃいんだよ。それで歩こうと思ったら歩けないよ、あの原生林なんか道がないんだから。それがさ、確実に何キロって向こうからまっすぐ我々に向かってくるんだよ。そんなやついないでしょ、人間じゃないでしょ、そんなやつって。絶対にすごいスピードなんだよ。何キロって向こうから、あの足場のない原生林の中をよ、たったこれっぽっちしかいないちっちゃい人間に向かってさ、進んでこれるやつって他にいないでしょ。でも確実来るの、こうやってそれがみるみる300メートルから来ちゃったの。すぐそこで言ってんの、みんなどうしてか分かんないの。俺の恐怖がありましたよね。え、最初だって私しかいないから、そういうのって分かんのって。でポラのカメラ持ってるんで、これグーッと握ったんですよ。どんどん来るの、そしたら音声さんがいいんですよ。たくさんの人がつながってくるように見えませんかって言うんですよ。彼もそういう気がしたんでしょうね。それでどん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 来るから、俺怖くなっちゃったんでカメラ持って、逆に
その声のすごい向かって走ったんだ。雨相変わらずってのシャーって原生林道ないのよ。それカメラ持ってね10メーターちょっとぐらいかな多分。声は出せないじゃない。だからザーッ走ってたんだ。やぶがバンバンぶつかって、もう見えないよ何も暗くて。そしたら前に竹がこうたくさんあってさ、行けないんだ敷になって。で向こうから来るのうーっと思ってしょうがないから手伸ばして思いっきりピシャーって切ったんだ。そしたらストロボがパーッとしまった瞬間、目の前真っ白さ、さーっと真っ白だったの。ふっと思ったらすぐ目の前その竹があるでしょ、チャーッと竹があるでしょ、その向こう側、その向こう側からって声がしたの。ぶっ飛んだなやつと、みんなをふわーって泣きながら飛び出してあちこち行こうとするから、逃げんな逃げんな逃げんなってなったの。危ないマスク逃げたら真夜中で明かりもなくて、言ったら落っこったら分かんないとかさるんだらせんでしょ、逃げんなってみんなあたせんの。でも逃げられたら俺も怖かったしね、だ逃げんなっつったわけ。それでみんなとこ行ったらもうダメ、女性アナウンサーからもう泣いちゃって震えちゃってるし、でカメラさんは黙ったってて、で音声さんは撮りました撮りました撮りました確認撮りました、でみんな聞こえました聞こえました。そしたらディレクターが、稲川さんまずいですよね、稲川さんね、これされないですよね、稲川さんね、これちょっと違うですよねって、どうしましょうか、稲川さん普段だったら俺ビビんないし、何かがあったら突っ込んでて撮る方だけど、こういうことっていけないんでしょ、こういう場合普通じゃありませんよね、いけないでしょって真剣に言うんですよ。さっきは幽霊撮りたいってやつがね逃げようとしてるわけですよ、もう嫌だから、いや私も内心そうだった、まずいですよって嫌だもん、相手分かんないんだから。そしたらもうこれ遠いの向こうで、でみんな私の方にいるから、しょうがないから私もう一回やってみるかってこうやってやったんですよ、こうやって。そしたらカメラさんが、今度は大丈夫だからって言ったの。ディレクターも音声さんも入ってた、照明さんも入ったんだ。言い始めたら声がまた違ってくるんですよ、あれがと興味てらさ、これはもう絶対に向こうはこっちを意識してるわけで、下手に逃げたって追いつけたよね、ライターに決まってるでしょ、人間はないじゃないですか、人間はなかったら戦うしかないじゃないですか、すんごい興奮の度合いですよね、あだなとね、もうみんな普通じゃなかったですよ。それでカメラに行ったんですよ、近づくでしょ、突っ込んだんですよ、もう突っ込んだ瞬間に全てが切れちゃうのね、もう夢中ですよ、ザーってもう前、さっきは10メーターちょっとなって、今度はもう20メーターですよ、やぶつっ切って竹突っ切って心の中ではさ悲鳴上げてるのね、あーっつってんのね、来るんだ声がってくるの、もうこれでいいかなって、カッタケトン、もうみんな見えないよ、他の連中はカッタケトンってピャッパーッとなったんですよ、明るく。そしたら本当に今のあなたの距離ですよ、そこでってなったんですよ。これは俺は飛んだな、もうすごい勢いで持って荷物持ってさ、みんなで持ってその道なきところをさ、もう俺の先頭になって逃げたんだかって、しょうがないから、でカメラ持ってでしょ、でだいぶ経ってからかな、結構起きてたんだよね、で間違えたら大変でしょ、でこの道この道この道でもなんか買って見て歩いてる、そしたらねピシッ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 って言うんですよ、音がするんだ、なんか私の向こう側を平行して音がするの、何か反響してんじゃないでしょ、確実ね何か動いてるんですよ、向こうよーし撮ったろうと思ってね、こうなって撮ってやろうと思ってカメラを構えてさ、ちょっとチューッと滑ってさ、こうちょっと下がんなってことで凍りついてるからパーッと、その瞬間パシャッシャッと押しちゃったんだ。で立ち上がってさ、いないかと思ってだいぶ来たら広いとこ出て、もうちょっと行けば車のとこですよ、そしたら大事なこと忘れてたんですよね、クイズ番組でしょ、クイズ出してなかったんですよみんな、ね、これはいけねえやと思ってさ、じゃあなんかやっちゃおうかって、でもさ泣いてるしね、アナウンサー2人女性ね、弱っちゃってさ、それでも一応しょうがない、私が真ん中立って女性2人ね、まあ、挟んで、でカメラ向いて音声向いて、ってね、何でもいいわけですよ、私が例えばこれ持ってこうなったら誰でしょうと、で考えて言おうと思って、うん、じゃあ行こうかと思って、って言ったら音声さんがこうやってなんですよ、うん思ったの、一瞬みんな黙ってたの、我々のすぐ後ろで声してんでね、近づいてくるの、ってもうしょうがない、お札を置いて塩やってお払いしてバーッとロケバス逃げた、私のところの車もあったけど一旦ロケバス行ったんですよ、それでファーッと思って、で撮った写真一応集めた、さっき私が見た写真、やべ撮った写真、白骨祭みたいなやつ買ってましたよ、写真写ったの、稲川さんこれすごいなーっつったの、ね、そしたら稲川さんこれ使えないですよね、稲川さんこれまずいですよねって、もこれ無理ですよね、使えませんよねって、何やってこれちょっとまずいんじゃないですかねって、どれさっき私の滑った瞬間撮っちゃったやつ、偶然にパシャッてやったやつ、それは凍りついてる下のさ道が映ってるわけ、白い道がね、確かに雪だから凍りついたってさ引っ込むことあっても出っ張ることないのに、映像は明らかに出っ張って落ちてるんだよ、こうやって物がレリーフみたいにさ、でと思ったらそれもね薄いグリーンと肌色がこもったような色してる、綺麗な色で見て驚いたね、画面のほとんど中央なんだけど髪の毛をこう乱れた
若い女だと思うんだけど倒れてなかったってかかってて、ゆりがかかってかかりきかかっちゃってなかって、でその母親らしいんだな、この腰あたりにちいちゃな赤ちゃんってが乗ってるかってやってるのかって、少しじゃないとこにこっから上だけ切れた子供とね手を出してかってやってるの、その母親らしい人の上に2つこっから切れた顔がねはーってやってるの、それで他にありますかね、見たわけかって、でカメラさんがそれ回してたわけ、並べて、そしたら私が撮ったんじゃない写真があったわけ、誰撮ったのったらこの曲のね女性のアナウンサーが私撮りましたと、それを僕は山梨の放送局の女の子のこのヘルメットをどかしてあげてるわけですよ、ヤブが出てきたすぐ後の時ロープほどいてあげてる時のねやったりなんかしてるわけ、こうやって色つけたやつを撮ってるのかなんだけど、ストロボタクとね結構切ってそんなに映んないんですよ、狙ったもの以外は、んなのになぜかその他の木がうっそうたる木が映ってないのにね、私がいてその女の子がいるでしょ、こっから撮ったわけだ、私が一番奥にいるわけだ、原生林のその斜め上ぐらいのところかな、2メーターぐらい先のちょっと上かな、1メーターぐらい上がったとこかなに、あのジャンケンポンのグーみたいなの映ってるわけよ、なんだこのジャンケンポンのグーみたいなやつと思ったの、形になってきたんですね、男の顔半分なの、下向いてるかってやってる、うーわーと思って、そしたらそのディレクターが、すいませんこれもうまずいですから、あの運転さんバス出してくださいって言ったんですよ、そしたらはいってブブブッ演じてくれた、高村さんが、え、エンジンついてなかったのって言ったんですよ、そしたらそのドライバーの人がね、いや今あのカメラ回してるからエンジン切ってますよ言ったんだ、さっきから車の後ろ乗ってずっとうーってたんだよ、何だったか未だに分かりませんよ、でも音も取れたしみんなが聞いたんですよ、ありますよ、あそこでもって自殺をしようと思っていた人がね、あのしきれないで助かったってやついるんですよ、自分は自殺をしようと思って入ったわけですよね、私もあそこでもってシャツしろってことあるし、あの定期連帯しろってことあるんですけどね、あのしろと思って行ったわけですよ、その場所へね、で行ってたらどこで死んでいいか分かんない、初めてのことから樹海分からないし、でどん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 奥に入ってった、でまだ昼間だから木漏れ日が差すしね、まあ結構夏頃って気持ちがいいじゃないですか、で自分の人生をこういろいろ顧みながら、俺はこうだったなああだったな、でももう全てはこれで清算されるなと、俺はもうここから二度出ることはないんだしと、魂は子供って言ったら眠りに決まってるんだからこれでいいなって言ったの、歩いてるうちにだん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 日が傾いて暗くなってたんですよ、もういくらなんでも死ななくちゃいけないなと、暗くなったしどこで死のうかなと思ってたと、それでさまよってたら前をなんか歩いてるやつがいるんだって、うん、なんだろうと思ったら真っ赤なドレスが前を行くんだって、かてスーッと自分の前を歩いて、若い女なんだって、なんだ若い女がエビじゃないかと思って、死のうと思ってる人間なのに前を誰かが行くと釣られるように行っちゃうのね、自分もね死にでしょうね、やっぱりついてってみようと思うわけですよ、ほんでそのドレスの女がついてったと、ずっとその女がどん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 入ってくるんだって、自分どん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 あたりはどん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 暗くなる、でもおかしいことにね、あたりが暗くなってんのに赤いドレスは分かるんですよ、どん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 ついてった、そして人間っていうのはね、この死を前にしたりするとあのある種の欲情が湧くんだそうですね、それは本能的なもんですね、ちょうど植物が枯れてパタッと倒れる前に種をポンポンって吹いてで倒れるでしょ、次の生命を残して、そういうように死を意識した瞬間にそういう気持ちになるんだと、でそうだどうせ俺死んじゃうんだからね、あの女とねどうにかなって死んだろうって決めたんだって、それで置いてったんです、どん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 女が歩いてくるんだって、ずーっと近づいてどん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 近づいてって、その赤いドレスの女がいたんでバッと立ちたって、そした女が抵抗したって、やだかかってそれをお声にカッとさバサッと割れた、ボキ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 って音がしたんだって、枝でも折れたかなと思ったんだって、でグーッとバキバキッと音がしたんだって、フッと思ってフッと離れたら古いボロボロの赤いドレスの中に骸骨に髪の毛ついた女がこっち見てみたかって、それでびっくりして逃げちゃってますよ、樹海にはそういう話ってたくさんあるんですよね、私はよく取材って行くんですよね、ロケやるんですよ、いろんなね、でそういう時にね結構いろんなねことに会うんだけど、一度それは大阪の方の番組だったんだけども、東京のね八王子にその首なし地蔵がいるからそれを取りに行かないかって話だったんですよね、
で八王子ってのは今でこそまあねああいう状況になってますからあまりその面影ないんですけどね、あそこは昔はその旗織りの町で有名だったんですよね、うん、やっぱり一つの大きなその町で旗織りが有名だったんですよ。だから今でもその山梨の方に抜けるね街道があるんですよね。もう寸断されちゃってさあんま残ってませんけど、シルクロードですよ、絹街道ってなったのね。でそのところにあるって言ったんですよ。もう絹街道ってどんなもんかと思ったら狭いさただのほら山道でさね、それがずーっとこう伸びてんのよね。でその日も夜だもんだからまあ車入れたんだけど、あんまり道が細くて入らなくて、でここで待ってくださいってね車の中で待ってて、で私とそのアシスタントディレクターとうちのマネージャーと待ってたんですよね。雨は降ってるんですやっぱりその日もね、さーっと降ってるんでさ、降ってるけど山だからもんだからほらこう葉っぱがたくさん出てるんでね、あんまり直接こう雨当たんないのね。でだからそうだな50メーターぐらい向こうでもってみんながセッティングしてるわけですよ。照明の位置決めたりなんかやってんだ、ああやってんなと思いながら、私用もないんでブーラブーラブーラブラしたの。車の中にいてもなんか嫌でしょねえ、蒸し暑いしさ、でブーラブーラブーラブラしたの。ひょいっと見たらね、山の下からなんか上がってくるんですよ、白い人影がスーッと。でうちのマネージャーも黙ーっと見てるんですよ。でそのアシスタントディレクターの彼も黙ーっとこう見てるんですよ。どんどん上がってくるの彼がスーッと。だってそれ山の上ですよ、人家ないのよ。大体明かりつけてくるなら分かるけど、そんな時間にね上がってくるって普通じゃないじゃないか、ダメ持ってるのにねえ。それはねスーッと上がってくるので、どーっと来るから黙ってこう見てたんですよ。狭いとこだからさ、もうすぐ目の前を通っていくわけ、そいつがふーっと。普段だったらこんにちはとかね、どう行くのって言うんだけど、なんか言えなかったな、そういうことも。で黙って見てたので、そいつスッと行っちゃったんですよ。そしたらそのアシスタントの彼が無線入れてね、チャッて言って、はい、すいませんって、何ですかって、今そっちの方へですね男の人が行かなかったですかって言ったんですよ。でチャーッと、何ですかって、いやそっちの方へ今男の人が行かなかったですかって、向こうはチャーッと、いや来ないよ誰もって、いや男なかったですかって、誰も行かないよ来ないよって言ってるんですよ。だって高々 50m ぐらいでもって道は一本なんですよ、家なんかないんですよ、来ないよって。なんだ今の何あれって言ってたんですよ。でまた無線がチャーッと立って、はい準備できましたんで稲川さんお願いしますって言ったの、はいって言ったんだ。で行ってみたらね、その道の突き当たりにさ、その道路の幅は狭いのに突然幅の広い立派なね石の階段があるんですよ。おお立派なもんだって、石の大きな灯籠があってね、すごい大きな木ね、巨木ですよ。それがうわっとって、俺すごいねここはと思って、で石段をこう上がってきながら、で上出たんですよ。平らな大地になってましてね、とは何にもないんですよ。周りには鬱蒼たるその大きな木がバーッと割ってて、真ん中すっぽり穴が開いてなってるの、周囲は全部木なんですよ。その穴になってるとこからこう雨がさーっと落ちてくるんですよ。それが照明に照らされてるわけですよね。なんだ変なとこだなと思ったら、ディレクターが、稲川さんここはねお社があったんだ、ところが不審火でもって、まあ放火かなんかわからないけども全焼しちゃったんで、そのまま残っちゃった、建物があって周りに木があったんだね、ところが建物が燃えちゃったんでなくなっちゃったもんだから、すっぽり穴が開いてるわけですよ。確かに見るとね土台があるの、ずっと残っててね、結構立派なもんだったらしいんですよ。ああそう、それでね稲川さん、実はこのお社燃える前にこのお社の番をしてるばあさんがいたんですよ。そのばあさんがある時突然ね、その取り上がりかなんか知らないけども、人間に強盗だかなんか分かんないけど惨殺されちゃったんですよ。で死んじゃったって。でその後誰も面倒見る人がいなくって、で神社も燃えちゃって、で今はそのまんまになってるんだっての。あそんなことがあったの、へーって言いながらね。でその首なし地蔵ってのはどこにあるんだいって聞いたら、多分この山の裏側だと思います言うんですよ。でこっちですありましたって言ってみたら、昔かなり名前なるねお侍や何かでもってね、でその時のその土地当時のなんていうかな、その政治の力権力によってはさ、こう人前に出せないお墓ってあるわけですよ、とひっそりと祀るわけですよね、そういうお墓を。それがあったんですよ、ちょうど山の裏側に木に隠れてね。で古いお墓がね並んでるんですよ。ああこれなんだねと思って、で下を見るとね、茶碗が半分ぐらいこう土に埋まったまんま転がってるんですよ、バラ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 。湯飲みややご飯食べる茶碗がね、多分きっとその残殺されたおばあちゃんが生きてる時にはその人がお茶をあげたりなんかしたんじゃないかな、どうなんだろう面倒見ないから、そのコロンと転げてさ、そのまま土埋まってんだね。で一応出すもん出してちょっと拭いてさ置いてあげたら、ああこうなっちゃったんだねと。で L 字型こうずっと並んでるんですけどね、どこがその首なし地蔵かなと思ってね、もう見せたんですよ。途中にお嬢さんがあったの、首なし地蔵っていう風に名前言われててもね、首がついてる場合も多いんですよ結構、うん、もげた首輪とか乗っけたりしてくっつけたりしてね、割とあるんですよそういうことが。で普通のお嬢さんがあって、稲川さんこれですかねって言うけど、私はどうもそれじゃない気がしたから、いやこれじゃないね、これは首なし地蔵じゃないと思うよ言ったんです。なんか重苦しい空気があるんですよ、雨は降ってるし、うわーっと思ったんですね。
でその首なし地蔵ってどういうのって聞いたら、その首なし地蔵っていうのはふざけて触ったりね何かすると必ずたたるって言うんですよ。事故にあったり亡くなったりするんですよって。でそういう力を持ってるってから、お怖いねって言いながら、途中からねすごい吐き気がするんですよ。で私の場合ね、大概そういう嫌な場所行ってるとね、こう反応するんですよね。自分でも何でかわからないけどなるんですよ。で同じようにスタッフの人がなってるんですよ。吐き気がするんですよ。あ、これあるな、これきっと何かあるなと思ったんですよ。でずっと見て、もうだいぶ墓を見て、もうそろそろ墓が終わるなって頃にふーっと奥見たら、奥の方になんかこう見えたんで、でカメラさんはこう墓をずっと舐めてとこ撮ってますからね、ずっと撮ってますから、ちょっと先行って、これじゃないかなって思ったんですよ。首はないんですよ、確かに。肩があったここに。で座り込んでるんですよ。お地蔵さんって立ってるでしょ、座ってるんですよ。輪郭すら見るところね、あぐらかいて座ってるのかってやって、でそのうちに照明がふーっと来て、これじゃないかなって言ったんです。カメラさん撮りました、それをスーッと。そしたら確かにあぐらをかいた首のないね石像がこうあるわけです、そこに。で肩のあたりがね、こう昔色がついてたのかな、赤いようなこの色が残ってるんですよ。これ昔はね色がついてたんだね、これかな、触っちゃいけないのって。じゃあ触んないでしょやつ。でこうカメラがふーっと下向いたんで、私をして見てたんですよね。なんか持ってるんですよ、その首なしのお地蔵さんが。何を持ってるのかと思ったの、見たらさ、自分の首を持ってんだよ。それは普通首なし地蔵ってのは何かでもってなくなっちゃったのに言うでしょ、それ違うんだよ。鼻から首がないんだよ、首を持ってるんですよ、肩ぐらかいて。いや異様なねお地蔵さんでしたよ、気味の悪いね。いやー取れたし、もう引き上げや、気持ち悪いや。で勢いこうやってみんなで引き上げたんですよ。ところがこれ、その中でうちらのスタッフねが、若い子がいるんだけど、地元に近いんですけど、そいつがねいたずらしたんだな、帰りに。ほらたたるってでしょ、信じないです今若い人。触ってったらしいんだ。でそれはまあ知らないんですよ。と電話が来たんですよ、何日かしたら。その局のプロデューサーから、親しい人なんだけど、いやさ、あれ本当だって言うんですよ。何が、首なし地蔵ってやっぱりいたずらしちゃいけないんですよねって。何かあったの、いやいや実はあの時のそのね若手の AD 君がその触ってったらしい。そしたらね事故になったって。どういうことって聞いたら、ロケが終わるでしょ、彼家近いんですよ。で僕らがそのままね帰りましたね。それでこの AD 君家着いたらば、友達から電話が来たんだって。ああそうか、いいよ今行くから、じゃあ待ってるなっつって飛び出て、雨の中バイクで待ってブラーッつって、うわーって私がボーンってぶつかって事故っちゃった。命には別事情はなかったんだけど、怪我しちゃって今入院してるって言うんですよ。ああそうって聞いてみたら、なんだお地蔵さん触ってるって言うんだよ。やっぱたたるんだねってから、あああるんだねって。でもね偶然ってことがあるじゃないですか、雨の日で電話が来て飛び出てさぶつかっちゃった。まあ、確かに考えてみれば、その偶然というのは触ってしまったからそういう偶然が起きたのかもしれないって、それまでよじゃない、触ってしまったからそういうようなシチュエーションが起きて怪我してしまったって言えば確かに立たれたよね。でも全くの本当の偶然かもしれないじゃないですか。私はそれは逆に言えば全くの偶然かもしれないですねって言ったら、井上さん違うんだよって言うんですよ、プロデューサーが。うん、それ違うんだよ、私もそう思ったんだけど、入院してるね休んとこ行って言ったら、それ違うって言う。何が違うんだっつったら、電話をくれた友人、俺は電話なんかしてないって言ったんですよ。あるんだよねそういうことってね。取材先でさ、面白いなと思ったのは、もう何年か前になるんだけど、こう一般の人から話聞くとね怖いことがあるんですよ。話は決してうまくないし、こう前後があっちったりこっちったりしちゃって、でもね聞いてると真実の話ってやっぱ怖いね。うん、その何年か前っていうのは、ふるさとも私やってましてね、それでたまたま網走の流氷がこう来るってんで、それを撮ろうと。ただ僕は当日一緒にスタッフと行けなかったんですよ。ただディレクターが残って、で稲川さん友達なもんだからね、一緒に飲みながら行こうよと。それでそのカメラクルーは網走のホームで待ってるから、その網走のホームを夜行列車で来て降りるとこから撮るからって言うんですよ。あ、それも面白いね。で夜行列車乗ったわけですよ。あ大変ですよ、夜行列車乗ったら結構時間かかるしな。であれ寂しいんだよね、窓がこういてついちゃってさ。で寝台車の上にはさ、そのディレクターの友達がいるわけ、俺下にいるわけだ。で二人で飲んでるの、チービ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 チ
カン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 って人は本当の踏切の音するね、カン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 って言うんだよね。で街こう見るんだ、かって吹いて何にもないんだ、明かりがうわー嫌だなって。そのうち寝ようと思ったけど寝れないし、じゃあ二人で一杯やろうかという話になってやつ漏れてたんですよ。で二人でもって寝台車向かい合って飲んだのかって。でその客車がこう見たらね、人乗ってるのったらね、一人か乗ってないんだよね。向こうの方にスリッパのあれが置いてあって、どっかのおばちゃんらしい人がね寝てるらしいのね。あと我々二人だけなんですよ、誰も乗ってんの。その北へ向かうさ、その列車の中でもってさ、音がなくてさ、ただたまに踏切の音だとか風の音しか聞こえないんですよ。それをさ二人だけでもって飲んでるのって寂しいんだ。でたまってああでもねこうやって見て飲んだんですよ。そしたら笑い声がしてね、うんって見たら女の子が二人、ちょうどあなた方ぐらいの女の子が二人スーッと取り付いたの。蹴ったら向こうもこっち見たんですよ、人がいないのにいるもんだからねって思ってた。そしたら「あ稲川さんだ」って言ったの向こうが「おおこんばんは」って言ったら「あ稲川さんだ、あのお仕事ですか?」って「そうだよ」って君らはって「あの観光です」って「あそう」って「観光どこじゃなくて網走の遺留書を見ると「あ同じだ」って話したんですよ。そしたらそのディレクターの方がね、よかったら子供ってあれが話でもしていくかいって言ったんですよ。いいんですかお邪魔してとか構わないよって。で彼女がそう座ったんですよ。それでああだこうだ喋ってるうちに、その二人のうちの一人がね変なこと言うんですよ。本当は私たち4人で暮らしちゃったんです、でも二人だけになっちゃったんです。あそうってどうしたの、都合で待ったの、来れなくなっちゃったんだけど、でも幽霊が人を殺すって本当ですかって来るんですよ。その子は何を言うんだろうってね、真っ暗な闇の中走ってるさ、寒い真冬のね列車の中でしょ、夜行列車、そこで突然さ知らない女の子がですね幽霊に殺されるって本当ですかってことを興味持ったんだよね。どういうことって聞いたの。そしたら彼女らは一人が大阪、一人は京都なんですよ。で他の二人もねやっぱり京都とか奈良なんだって。でたまたま自分たちは旅が好きなんで個人的にあちこち回ってる時に知り合っちゃって、それでじゃあ今度は一緒に行こうかというんで、その仲間内というわけじゃないけどなんとなく仲良し4人になって旅をしてるって言うんですよ。で皆さん OL さんになってる、まだ OL ったって歴史は浅いんだな、うん、だから休みを取って合わせてるって言うんですよ。でそんな時ね、その彼女らの間でもって流行ってたのがちゃんとしたその案内ではなくて、よくそのなんていうかな、町行ったりとかそれからどっかの地方行ったりすると店屋の前に並んでるさ、こういうガリバンですったようなやつでもって、どこどこの民宿人なんとかっておっさんがいてどういう料理が食べれるよとか、どこどこ行くとこういうおばちゃんがいてこうだよとか、そういうの持ってきていくのがいいんだって。そのあんまり人が行かないとかね、それを安く楽しく行ってくるんだって言うんですよ。あそれ面白いねって。たらそのうちの仲間の一人ね、今回来れなかった女の子が見つけてきた。日本海側のかなり寒いとこですよね、まあ能登の近くって言った方が分かるかもしれないけど、そちらの方だって。でそこ行こうよという話になって、じゃあ行こう行こう行こうって言って4人で行こうと思ったんだけど、いざその日にちが近づいたらば、この2人、今私と話したその2人がね、会社の都合でもって行けなくなっちゃったなんて。だから行けないからごめんね、行こうと思ったんだけど行けなくなっちゃったよ、もう一人もこういうわけで私行けなくなってごめんねってんで、じゃあ2人で行ってねって、じゃあ分かった分かったって2人で行ったんだなっていうことなんですよ。でその後なんだけど、行った2人が着いたところっていうのは海の見える高台のとこなんだけど、その古い旅館だったそうですよ、ね、立派なこういう板の看板があってね、うわー古いけど立派なとこだねってついて、それでタクシー言われてありがとうございましたって言ってて、こう見たらばこう庭があって、その格子作りとか向こうにあって瓦屋の立派なとこなんで、へえ。そしたらいらっしゃいませって声がすか、あこんにちは、お邪魔します、よろしくお願いしますって、さあどうぞどうぞって言われて入ってった中へ。そしたら二人のおばさんが出てきたんですよ、着物姿でね、うん、でどうぞいらっしゃいっつって、で部屋案内されて、ああここ静かでいいとこですねって言ったらね、で聞いてみると二人のそのおばさんってのは姉妹でね、二人でもってその民宿をやってるんだそうですよ、ね、それでああそうですかっていろんなお話をして、で人と片付けもして、で景色眺めて、へえなんか落ち着いちゃうねっての話したの。ところが気がついたらテレビがないんだって部屋に、ああこれテレビがないね、ですいません電話って、電話もないんだって、あすごいとこしちゃったなと思って、だいたいそちらの方っていうのはあまりこの電気の方の電も良くないわけですよ、電話はないしテレビないじゃないですか、どうしようねって、じゃあ後でもって街へちょっと出てね、あの無事着いたってだけ家にも電話入れとこうかって話になって、そうだねって、雑誌でも買ってこうか、そうだね、そしたらそのおばさんが来て、どうぞあのお風呂沸いておりますから、ただあの小さいお風呂なんでお一人様ずつお願いしますって、はいって、でどうするって、じゃあ私先入ろうかって、うんそうしてくれるって、一人片付けもしてるから、それで支度してこう出てったら、お風呂っていうのは別棟になってるんだそうですよ、板が張ってあってその上を歩いていくと屋根がついてるんだけどね、向こうにちょっと高くなったところにお風呂があるんで、そっちに向かってパッタ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 歩いて、途中でふっと思ったんで、なんかを感じるもんがあるんで、
なんかなと思って景色見るような顔したのがふーっと振り返ったら母屋があって向こうに格子が張ってあってね、要するにあの丘手ですよね、って言ったらその格子の間に何か見えるんだって、何だろうと思ったらその格子からおばさんが一人覗いてなってじーっとこっちを張って、うわ気持ち悪いなと思ったけど田舎の人だからね、たまたまそうやって見てるだけだろうなと思ったからいいやと思って、それでそのまま行ってトントンと階段上がってそのお風呂場開けとってガッとやった瞬間にギャーッと来ました向こうで、うおー何だろうと思って飛んでたのバタ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 、どうしたのよって聞いたら泣いてるんだって友達が、でね、ここ変わろう、この旅館変わろうってなって、何よ今来たばっかりと思って変われないでしょって、変わろうお願いだから変わろう、こう嫌だからって、何があったのって、そこへおばさんが来て何かあったんですか、どうしましたって聞いたんで、いや何でもないですすいません、ちょっとこの子がなんか騒いでて申し訳ないですすいません、そうですかって言ったのって、バカねえよってね、何なのよって言ったら、そのおばさんが言った後落ち着いてこの子が、そうじゃないの、さっきあんたが言った後なんとなく庭を見てたらばもう一人のおばさんが庭を突っ切ってた、ずっと見るとはなくそのおばさんをずっと目で追ってたら途中で透けた向こうの景色が見えた、そあんたは目の錯覚でしょって、いやいや本当に透けたんだって、あの人絶対人間じゃないよ、骨のもんじゃないよ、だって透けて向こう行っちゃったんだよって、バカ何言ってんのあんた、今だってここにもう一人のおばさん来たじゃない、普通にお話したじゃない、うん、あんた気のせいなんだよって、そうかな、それでこの彼女が風呂入って出てきて、じゃああんたお風呂入ってきたらって、うん、じゃああれだね、あの明るいうちにちょっと街行って電話してくるからね、あんたのとことうち両方電話してくるよって、それでちょっと買い物行ってくるって、雑誌だとかちょっとお菓子なんか買ってくるからねって、うん、じゃあそうして、でこの子を残してそのもう一人女の子が出たわけだ、ところがタクシー捕まんない、電話がないから、でトコ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 降りていくとやっとガソリンスタンドがあったんで、そこで電話をしてタクシー呼んでもらって、それ乗って街へ行った、で街でもって、ああそうだカメラがなかったからってのね、インスタントのカメラ買ったりさ、雑誌買ったりお菓子買ったりして、で家の方に電話して無事着いておりますから安心してくださいって、その友達のうちで自分とかうんこっち今来てる大丈夫大丈夫って電話して、それでつい街の中あっち向いたりこっち向いたりしたってうちにふっと気がついた、夏場の時期なもんだから日がいつまでも長いじゃないですか割と、ところが結構いい時間になってるんですよね、あいけない時間結構いい時間になっちゃった急がなくっちゃと思って、それでやっとタクシー捕まえて、すいませんこれこれこういうとこなんですけどお願いしますって言ったら、えこういうとこですと、なとこにあるか旅館なんかあったかなって言うの、運転手さんがありますよ私泊まってんだからって、そうかなあれ聞かねえけどな、どれの場所だって、いやこう上がってたところのそのガソリンスタンドのもうちょっと上行ったところをこう曲がってどうで、いや昔あったことは知ってんだけど、じゃあ誰か来ちゃってんのかな、まあいいやじゃあ乗んなよって、でってやってきてガソリンスタンドがあってほらあるでしょって、うんでこれもうちょっと上がってて、はいってずーっとって、って止まって、え着いたよって、おじさんこれ違うよって言うの、何よってあんた言ったらここだよって、こんなじゃないもんこんなボロくないもんもっと新しいもんって、いやいやだってあんたあれだよこの道はもう行き止まりでもってこれ以上ないんだよ山の中になっちゃうから、うん、あんたのいる感じここしかないよ、もうこの先の建物一軒もないんだから、やだだってここだもん言ったら、おかしいよなここやってんのかい、だってじゃあ誰か来てやってんのかな、これだと昔なくなってる旅館なんだよ、じゃあいいよね、もし都合悪かったら俺この先でもって U ターンして戻ってくるから、その時ね嫌だったら友達と一緒に旅館帰りゃいいじゃねえか、あそうどうもありがとうとこなって降りた、見上げれば確かに看板は合ってるんだって、でも自分たちが来た時には綺麗な厚い板がカーッと立った昔風の上にね屋根がついたあの看板だったって、それがずっとずれてなって壊れて、おかしいって、庭入ってったら雑草がうっそうとしてるんだって、自分たちが来た時のその庭ってのはもっと綺麗でさね素敵な庭だったはずなのに雑草が入ってなって、でも確かに見れば建物はそうなんだって、もうすでに薄い暗闇の中にさその建物がうわーっと薄んでるわけですよ、瓦はボロボロ出した建物はボロボロで、嘘だでも間違いないな、やっぱり暗くなってきておかしく見えてんのかなと思いながら言って、ただいま声がしないで、タンタンと張り込んでただいまガラッと開けてただいまって、いないのねえどこ行ったのって、その人おかしいな何やってんだろうと思って、しばし待ったけど全然返事がない、あれと思ってお帰りなさいませって、こうやって見たらおばさんが立ってる、あすいません、あお友達でしたらばもうすでにね食事の方に行っておりますんで、あここじゃないんですか、えあちらの方にあの食事取れますからどうぞって、ね、はいついてた、でおかしいのが暗いのにすでにもう電気がついていいのに明かりがついてない、
いくら電気の弁がありったって明かりぐらいつくじゃないですか。暗いなと思ってドーってと開けたら、薄暗い明かりの中に箱膳だけ置いてあって、その前に友達がちょこんと座ってるんだって。ただいま買ってきたわよって、こっち向こうともしないって、何怒ってんのよ、やだもうって座ったらこうやって、いい加減してよね本当に気持ち悪いなって、ふってたね、カクッとか言ったの、ふざけないでよねまあってパッとずっとんだって、もうやだって目が開いたまんまなとかって、おばさんこれちょっとおかしいって、おばさん黙ってこう見てるの、ちょっとねえちょっとどうしたのよねえ、ちょっとどうしたのよねえ、ちょっとねえおばさん、ちょっと変だこの人、どうしようどうしようねえ、おかしいおばちゃんどうしよう、おばさん黙ってこう見てるの、おばちゃんこれちょっとおかしいよやってて、おばちゃんこの子死んでる言ってるの、おばちゃん普通なんて、その時思ったの、なんでこのおばちゃん平気なんだろう、友達は死んでる、おばちゃん平気なの、姉さん、おばちゃんこの子死んでる、おばちゃんって言ったの、おばちゃんが今度はあんたの番だねって、キャーッと飛びた、バーンタクシーのまんま、筆でもうバーン突きたら、ちょうど向こうからタクシーがフーッと来た、助けてよさー助けてよ、バーンと開いたの、でもクランバーンと出して筆で乗ろうと思うんだけど、フーッとスピードがある、追いつくとまたブーッとスピードがなかなかない、わーってバーンと乗れて、あって運転手さん見た瞬間に泣いちゃったの、うわーって、運転手さんが何やったんだい何やったんだいって、友達がね、おいちゃん友達がね、友達が死んじゃったの、おいちゃん友達が死んじゃったの、何だそれどうしたんだいって、だってねって、何でもいいけどな、あんたの人からな、でっかい人玉が2つな、ブワーッと追ってきたよ、警察へ行って再び戻って、で結果的に友達はその急性のね心臓の不全ということで持って片付けられちゃった。ところがその運転手さんが言ったんですよ、俺もおかしいと思ったんだよ、あんたらがあったそのおばさんっていうのはとうに死んでる、あそこは昔なその女の人二人で姉妹でもって認識やってたんだけど、冬の夜に何者かがやってきて、一人は座敷一人はお勝手でもって殴り殺された、巻き雑報で、そういうとこなんだよ、以来だあれも住んじゃしねえのにな、旅館やってるから俺おかしいと思ったんだよって言うんですよ。容疑者でもってさピーッとした時さ、その女の子が真剣な顔で涙を浮かべながらね、一人は元気でやってますけどまだ病院です、一人亡くなりました、だから友達は幽霊に殺されたんですよね、稲川さん、網走へ向かう容疑者の中でね、その話聞いた時はね、さすがに私もね怖いもんがありましたね。死ぬことありますよ、私の仲間内なんですね、っていうのは僕はそういうブレーンというかな、まあその大御ではないんだけれども、その放送関係の作家でやっぱそういう研究してる僕の仲間がいるんですよ、あとアメリカ人とかそのバリの人間でいるんですけど、たまたまいろんな研究するんですね、その私の友達なんだけど中山っていうんだけど、こいつはそういうものを書く割にして会ったことがない会ったことがないって言うんですよ、で聞いてみれば結構会ってるんですよちゃんと、そいつはね、それで学生時代に映画研究会で作ったんですよ、大阪の大学なんですがね、で映画研究会作った時に、当時は今ではビデオがない時代で8ミリカメラとかさ、それはお金がら16ミリですよね、で使って撮るんで新型のカメラが出たからこれ試そうということになったんですよね、でどこでやろうかといろいろ考えたんだけど、映像を考えた場合に普通のとこ撮ってもつまんないから、そのもう電車が全然走んなくなった、要するに列車が走らない、あの要するにまあ終電が終わった後ですよのトンネル、そこで撮らないかって話になった。でも3日であれ行けませんわね、だって鉄道の線路でしょ、そんな撮っちゃいけないんだ写真なんかね、あんなとこ中入ってっちゃう、それを一応やつは見張りをやってさ、何人かで行ってろうそくの火を起こしてっていうのは、そのカメラはろうそくの火でも釣れるって言うんですよ、だったらろうそくの中で撮ってみようじゃないかと、それで女の子一人連れてって白いこうドレス着させて、そのトンネルね、レールが敷いてあるトンネルを走らせて、それをカメラでこう落ちたわけですよ、幻想的なシーンを、でこれを学園祭でもって放送しようと、要するに上映しようという話になったんだな、で出来上がったの、それでその一応まあ部長になる人がいるわけだ、同好会だけど、でその人がこう編集をやったらフィルムだからカッてつながないやってちょっと見て、会話ならねよ、あ火事の失敗しちゃったな、これ染み出ちゃったよ、染みがって、染みですかと、ダメだお前右下に染み出ちゃったな、これなんだろうな、これあったーって、でも今更もうしょうがない、続かってる画面だからね、その染み消すわけいかないし、そうだなこれなんかしようか、まあいいじゃないですかね、一応大きく写してみて、でおかしければどうにかしりゃいいことだし、続かってんだから、なんですかねその染みって、わかんないんだよねつって、一応出来上がった、で出来上がって
映してみた。そしてみんなが驚いたのね。おい、子供はどうしていいの？画面の右下のシミだと思ったら子供だったんですよ。子供がね、背中を向けて立ってるんですよ、向こうに。おかしいぞお前、人来たらね、絶対に撮ってる最中だから、すいません、どいてくださいぐらい言うじゃないですかね。え、で大体そんな真夜中だよ、子供がいること自体おかしいでしょ。そんなトンネルがあるような街がない場所でもって、この子どっから来たんだろうな。そうだよな、こんな時間にどっから来たんだろうな、この子で誰も気がつかないって、誰もいない。そのうちに一人が、すいませんけどこれ幽霊とちゃいますか。なんで、炎は揺れてるし女の子は走ってるのに、この手前にいる子だけ動かないじゃないですか。こんな打ち方でできませんよ普通じゃ。これ幽霊つっちゃいます。おい、そっか、これ幽霊かな、見てないしな。ほいで幽霊だ幽霊だって話が広まったわけですよ。ただ面白がって学園祭でも結構受けたの、この映像がね。そしたら四つの学校でも貸してくれないかって言った、その幽霊見たいから。でいいよって貸したわけですよ。それで帰ってくると、怖え、あの横顔が怖かったなーってなって、怖え、みんな怖いって、怖かったーってなって、また他が貸してくれた。そしたら返してきたっけ、すごいですよねー、このね、こっち見てるね、すっげえ気持ち悪いですよねってなって、わあ、みんな怖がるけどなと思った時に、一人が、え、おかしいですよね、何が、横顔映ってたでしょ、うん、確かあれ後ろ向きじゃなかったですかね。とみんなが、うん、後ろ向きだよ、だけどみんな横顔が怖かったって言ってますよ、言ってるよな。でどこどこで貸した時はこっち見て目が怖いって言ったよね、あ、言ったよな、嘘だ、あれ背中向けてるんだよ絶対に、見てみるか、気持ち悪くてやってみるか、映したの。そしたら見てる方にかなり顔が曲がってなとかって、こんなわけないよ、俺たちが見た時には背中を向けたのに、今改めて撮ったらば顔がもっとこっち見てなとかって、その瞬間に部長が、おい、やめよう、おい、やめよう、こいつ時間とともにこっち向いてきてんだよ、だん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 顔が、これは完全にこっち向いたら何か起きるような気がしねえか、そうですよね、顔見ちゃったら何か起きるような、見ちゃいけない顔かもしれないから、って完全にテープであってね、そのまま大学に今置いてあるそうですよ。不思議なものってあるじゃないですかね。我々がね、たまたま仕事をしてね、その後食事しに行ったんですよ。でそこでスタッフとね、大声で喋ってたのな。この有名な京都の、料理屋さんなんですよ。それが超高層の新宿のあのビルの地下1階にあって、結構人気あったね、 あそこだなと思う方もいるかもしれないけど、でやってたんですよ。で食べてたの。そしたらそこへ、そこの店長さんってまだ若い人なんだけど、背の高い男性で和服を着た人が来てね、稲川さん、私もね変な体験があるんですよって来たんですよ。うん、店長さんが、あ、そう、聞いたの。自分たちがね、まあ彼は京都の人間なんだけど、まあ、学校出てそれぞれのこう社会に入っていくわけですよね。もう子供の時からそんな連中だけど、これからこういう機会もないし、いい年越えてここへ来ることもないだろうから、その思い出にみんなでもって、もう一回ね、その琵琶湖のほとり、あそこは入り江がいくつもあるんですよ、琵琶湖って。川田とかね、こう入り江になってたくさんあるんですよ。で彼らだけの水盤があるわけですよ、あるから、そこでもってみんなでもって、子供の時みたいにさ、はしゃいで一発ね、盛り上がって思い出作って、それでそれぞれのまた仕事に就こうじゃないかって話になった。それもいいな、じゃあみんなで遊び行こうやって話になった。で仲間何人か揃ったんだけど、そのうちの一人がね、その岩場があるんですよ。で岩場からね飛び込むの、みんなバーンバーン飛び込むんだ。ところが一人できないやついるんです。泳ぎはできるんですよ、泳ぎはできるんだけど飛び込めない。だからあいつを俺が、一人がね、俺が追ってくるから、それで突き落としたから、でもしか何かあったら救えばいいし、あいつ泳げんだから大丈夫だって、でもしか何かあったらみんなで持って救い上げればいいんだから、でカメラ頼むなって言って、その店長さんが、料理屋さんの店長さんがカメラを持つことになったわけですよ。でいいよっつって、ね、みんなそれまでワイ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 遊んでるんですよ。やってるのに、そろそろいいかと、いいないいなっつって、みんなでもってうまい具合にさ、その周りを囲って、岩場の周りをこう囲って、それでその店長さんがカメラ持って待つ。そしたらワーッていうのは逃げてたの、その飛び込めない人間が、ワーッつって、そしてうわ待て、もう本人も完全やられることは分かってるわけですよ。
ね、だからふざかんまで、って言それを、もうこっちも、って言それを帰るなって。で、みんな立ち寄り来て困ったんですよ。そしたら、そうそう、岩の先っぽで来たんですよね。来て、さあって言ったら、そいつが、うわーって、バーン飛び込んだ。うん。シャッ、シャッと押した。たたたーっ上がってこない。あ、あいつ、なんかしてんだなって、ほんと。でも、そろそろ上がっていい時間で上がってこないから、みんな心配で、もって探したの。だみんな顔上がるけど、ない。おいないないないいないって嘘だお前ここらに隠れるとこないだろうとねえ隠れようがないってあいつはこれ飛び込んだんだからこの周辺にいるはずなんだからおかしいなといやあいつきっとね飛び込んでねうまい具に隠れて我々をねからかってに違いないからもう一つ探してみるからまた潜って探してやってみたいないそんなに長く潜れるわけないんだから人間なんてということはどっかにいるんだろうと周り探したのやっぱりいないだあれだあいつとか言っちゃったよいやいやじゃあ後で探しゃいいやんでそのまんま要するにみんなまたバーッと下がるそろそろ帰るかってことになってじゃあ帰ろうか帰ろうかって上がってきたやっぱやつがいないんですよいないねおかしいねっつって言ったらなんか知らなくて向こうの方でわー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 人が集まるんですよなんだろうなんか人が集まってんな行ってみようかっつってみんなでってほいで先になって走ってきた人一人いてねああ高いやーって入ってますようわーとなんか言ってるんですよ何言ってんのおい、はっこいよ大変だよ、おい、来てくれよ来てくれよって。それで、すいません、すいません、すいません。死体が上がったってんだって、みんな。なんだ、死体って。見たかないじゃん、あんまりそういうのって。ところが先行ったやつが、はっこいよはっこいよ大変だ、はっこいよ、うん、横たわってる死体の顔見てびっくりしたの。さっき水で飛び込んだ、そいつなんだ。だけど、彼らが飛び込んだの、向こうよ。距離は相当あるわけだ。死体になったわけですよ。警察も来るわけですよいや実はこれこれこういうわけでさっき遊んでそれ飛び込んでそれからずっと会ってませんそれからこっち来て死んだのかなどうしたんだろうな分かんないですよねなんで死んだかさということはだってさっき水で飛び込んでから彼の死体が発見されるまで時間があるわけだものということは彼ら一人でこっち来てて何かしたのかもしれないじゃないですか誰も分からないただその前の生きてる時の彼らを知ってるのはここにいる仲間だけですよねではこんなになるとは思わなかったなということはさっき撮った写真が奴の最後の写真になってたなってどうしようかなってじゃああの写真やっぱり家族の人にね突き伸ばしてあげようかそうしようか、うん、そうしようでその店長さんの写真預かった写真屋さん行って実はこれこれこういうわけなんでこの写真伸ばしていただけますかってでこれ家族の方にね差し上げたいんですああ分かりましたそういうことでしたらねちゃんとやってきますからってお願いしますで帰ってきた約束の日が来たんで写真屋さんに撮り行ったすいませんごめんくださいあのお願いしといた写真ですけどったらそこの親父がねなんかこう懸念な顔してるんだなんか写真ですかって言ったらはいすいませんお願いしますやっときましたけどこれは私が言うべきことじゃないかもしれないけど写真ねそれあんたら見ない方がいいかもしれないって思ってえいや見ない方がいいと思いますよって思っていや見ない方がいいって選ぶのは我々なんだから一応見せていただいてって言ったのっていやそうじゃないんだあなたが言った写真その人の伸ばしてありますよでも私はあなたに見せることは簡単だけど見ちゃったらあんた多分人生変わっちゃうからやめた方がいいってなって嫌なこと言うなと思ったけどあまり熱心に言われちゃったもんだから一旦帰って仲間に実はな写真屋のうちにこういうふうに言われたよ何言ってんだよとね確かに普通の死に方ではないわけですよねでもそんなこと関係ないじゃないジムで撮った写真なんだからさ一応見せてもらっていいか悪いかこっちは決めりゃいいことなんだからそんなお前関係ないよと写真屋の人の言うこと聞くことないじゃないかと写真の権利はこっちなんだからお前取り行こうやって行こうかってそしたら分かりましたじゃあ結構でしょってじゃあその写真お渡ししますよってくれたんだってこれでみんなあんまりいいもんだ言ってどんな写真だろうって集まってそれで広げてみたいろんな遊んでる姿があって引き伸ばした写真があるわけですよそろそろあこれだなと思ったそれを見るとねこうわーってやってるのがあるわけですよいろんなあるんだで一個ふっとした瞬間にあれと思ったそれはさ彼が落っこちる瞬間ですよわーっとシャッターチャンスはいいチャンスでピッとってわけですよところがやっぱり素人だからタイミングちょっと遅いんだなもっと上で落っこってると思った写真なんだけど彼がほとんど下向いてたとかってその時の写真はほとんど下向いててそれで周りには頭が映ってたわけですよほら立ち上げてレンジの頭がパタパタと映ってたわけ彼がこう落っこってるわけだで手伸ばしたわけだってちゃんと飛び込んでるんですよ形かって飛び込んでるんだけど彼が手を伸ばしてるその先水の中からね上半身真っ白い女が手を伸ばしてねやつの手掴んでるんだってかってってクーッと
いつにやられたんだね。